オープニングだよ。オープニングだぜ。これはあれかな、新曲かな。聞いたことがない曲だけど。なんでいきなり距離取ってんだよ。私のカンバル先生に対するのと真逆の態度取ってんだよ。知らない曲だし、知らない子だな。なでこちゃんに対する嫉妬心が強すぎる。さっきまで全然名前出してたじゃねえか。そしてこの曲は恋愛サーキュレーションだ。当時の石鹸プリを忘れたとは言わせねえぞ。私は妄想エクスプレスの方が好きだな。なでこちゃんが闇に落ちた時の曲の方を進めるな。友達じゃないのか。友達だからこそ言いたい。私より前に出ないで。どんな友情感持ってんだよ。マラソン大会で一緒に並んで走ろうねって言って先に行っちゃうタイプっているじゃない。それが私。置いていかれたエピソードってのはよく聞くけれど、置き去りにする側からのカミングアウトは初めて聞いたよ。私がカンバル先生を持ち上げるのをやめた途端、月日ちゃんのクズっぷりが再び頭角を現してきたじゃねえか。ニョキニョキっとね。頭角ならメキメキとだろ。なでこちゃんが出てきたから私がクズになったって言った方が正確かもね。わかる？世界は常にバランスを取ろうとするの。こういう可愛らしい曲が生まれる一方で、私みたいな憎たらしいやつが誕生するの。まあ、なでこちゃんの恋愛サーキュレーションに匹敵する憎たらしさって言ったら、月日ちゃんの性格くらいのもんだよな。オープニング終了だよ。終了だぜ。こよみウインド、本編だよ。本編だぜ。なでこちゃんが荒良木家にやってきたね。そして帰れ。来訪1秒で返そうとするな。帰れ帰れ帰れ。帰れコールをするやつが友達なわけないじゃん。あらゆる時間軸を通して月日ちゃんとなでこちゃんが友達だったことなんて実は一回もないんじゃねえの。いつ友達なのかは私の気分次第とも言えるよね。だからそんなやつが友達なわけねえだろ。友達はいらない、人間強度が下がるから。兄ちゃんの名言を持ってくるな。名言つうか妄言だけど。私はお兄ちゃんほど極端なことは言わないつもりなの。誰かの助けを借りなきゃ人は生きていくことができないんだから。全く現実に即していないんだよ。だから私はこう言うの。なでこちゃんはいらない、私の可愛さが下がるから。相対的に現実に即した分、ただ生々しくて嫌なやつ度が上がったよ。絶対的に。ここだけの話、なでこちゃんと中学別になった時はホッとしたもんね。ホッとしてんじゃねえよ。妹がそこまでのクズだとは思いたくねえよ。わかるでしょ。なでこちゃんが私の社交性にコンプレックスを抱いているのと同じように、私だってなでこちゃんの可愛さにコンプレックスを抱いていたの。お互い羨ましがってたんだから、おかしなものだよね。いや、そんないい話風な話じゃなかった。月日ちゃんがなでこちゃんに抱いていたのはコンプレックスじゃねえ、ただの敵意だ。そんなこと言ったって、これがもうあざといでしょ。靴下脱ぐとか何のつもりじゃ。つもりじゃって。お兄ちゃんもパーティー帽かぶって何のつもりじゃ。パーティーのつもりなんじゃないだろうか。ポップコーンといい、パーティーを開いたことがないから、パーティーがどういうものなのかよく知らない疑いがあるね。だな。そもそもパーティーってたった二人で開くもんじゃねえしな。パーティーも組めねえぜ。私らこの時席外してんのか。時系列的には詐欺師事件の直後くらいかな。タイトルで言うとカレン B の後で、名作月日フェニックスの前かな。名作って自分で言うな。ああ、あの頃か。じゃあ私の苦い思い出はもう済んでるんだ。詐欺師にコテンパンにやられるっていう。そう。そして甘い思い出はまだ済んでない。お兄ちゃんにピカピカに磨かれるっていう。磨かれたな、ピカピカに。まあまあ、兄と妹の触れ合いだったという意味ではポカポカにと言ってもいいのかもしれない。そんな牧歌的なシーンじゃなかったでしょ。兄ちゃん的に言うなら拉致監禁された後ってことだな。戦場ヶ原さん的には更生した後だから、この間結構劇的なことが起きてるんだよね。終わり物語かっこ中あたりまでのエピソードを含めて考えると、兄ちゃんにとっては本当にいろんなことがあった夏休みなんだな。絶望のような夏休み。かっこいいけど結構希望もあったしな。戦場ヶ原さんが更生したりね。あとカレンちゃんと仲良くなったり、私とチューしたりね。あの時はびっくりしたけど、今となってはいい思い出。怖いこと言うな。まあでも少なくとも私らファイヤーシスターズにとっては、兄ちゃんとの長年のわだかまりが若干溶けた感じはあったよな。つまり雪解けの夏休みだったんだ。夏だから雪解けなのは当たり前だけどな。
みんなで遊んだ夏休み、卒業式か。それにしてもなでこちゃんは可愛いな。可愛い可愛い、好きなんだか嫌いなんだかわかんねえよ。友達じゃないのは確実としても。友達だし好きだよ、大好きだよ。ただし私より前に出ない限りにおいて。出られっぱなしだよ。なでこちゃんに勝ってるところなんかないよ。なんだったらなでこちゃんが闇に落ちた後でさえも。だけどその闇からなでこちゃんを引っ張り上げたのは誰かな。ほのめかすな、月日ちゃんではないだろ。あ、でもほら見て、私だよ。月日ちゃんだからどうした。クズが画面に出たくらいでいちいち反応できるか。それは反応しようよ。なでこちゃんが頼るのは私だって、そういう話をしてたよね。もうなでこちゃんたら、困った時は結局私頼みなんだからな。困った時とは別に言ってなかった。むしろこれは詐欺師のように噂を流す時にはどうするかみてえな話だった。まさかなでこちゃんは私と詐欺師に通じるところを見出したのかな。まさかね。なでこちゃんは私のことが大好きなはずだもんね。大好きなはずなはずがねえだろ。後日談というか、ってあれ、もう後日談？早えな、ショートアニメでも早い方だな。しかも結構時間飛んだんじゃねえの。詐欺師と兄ちゃんがショップでドーナツ食べてるのって月日フェニックスでのことだろ。そう、カレンちゃんがピカピカに磨かれた直後くらい。私の歯を磨いた一方で自分はこんな甘いものを食べてるんだから、誠にいただけねえぜ。まあ主に食べているのは詐欺師としのぶちゃんだけどね。特にしのぶちゃんなのかな。不思議なスリーショットだぜ。普通に詐欺師と話してるって状況がもうおかしいんだよ。なんでなでこちゃんとのトークを詐欺師本人と論じてるのよ。なでこちゃんはその詐欺師のせいでひどい目にあったんだってば。むしろここではビシッと言ってあげてほしい。それも月日ちゃんには言われたくないだろうけどな。私は悪くない。真の詐欺師は月日ちゃんじゃねえのか。自分すらも騙し応せるという意味で。詐欺師か。詐欺はともかく死という言葉については確かに私にふさわしいのかもしれないね。まあ詐欺師相手にはいくらビシッと言っても無駄だろうけどな。これだって二度と町には来ないって約束をあっさり破って裁縫している時の絵だからな。私だったら無駄を承知でビシッと言っちゃうな。ほら、正義そのものとしてはたとえお天道様が許しても許せないことがあるんだよ。なぜその怒りを自分に向けない。こんな種類の怒りを自分に向けるやつなんていないでしょ。まあ月日ちゃんのことはお天道様がまず許さないからな。そうだね、月日だけに太陽からは敵視されてるもんね。太陽から敵視されてるってスケールでけえな。そう、ちっちゃい方の妹はスケールは大きいの。ただ実際の天体で言えば月なんて太陽どころか地球にさえ匹敵しない大きさなんだけどな。それも月日ちゃんらしいといえば月日ちゃんらしいぜ。本質がちっちゃいみたいに言わないで。私の器の大きさを知らないの。あんなことになったなでこちゃんと私は今も友達なんだよ。それは器がでかいとか言うよりただのバカって気がするな。私とは全く別の意味でのバカって気が。お兄ちゃんの一年をたどるのが暦物語だけど、しかし案外なでこちゃんの一年も波乱万丈だよね。何せ神様になっちゃったんだから。そこは兄ちゃんよりすげえよな。そして今は漫画家を目指してます。すげえ人生だ。っていうかそろそろ終わっちゃうんだけど、暦ウインド、まさしく風のように。疾風の第5話だったな。詐欺師の意見に同調するつもりはさらさらねえけど、ブームの作り方みてえな見解にはちと考えさせられるものがあったぜ。詐欺師に考えさせられた？じゃあまた熱出ちゃうんじゃない？私は別にあの時知恵熱を出したわけじゃねえ。ただ詐欺師の場合は噂を広げることじゃなくって最終的にお金を巻き上げることが目的だからね。だから第5話のように直接話してダイレクトにお金を求めるってやり方もあるわけで、現行不一致は詐欺師の看板みたいなものだね。通じ合ってるよ月ちゃん。やっぱり一度詐欺師と話した方がいいんじゃねえの。避けられてたみたいだけどね。本編終了だよ。本編終了だぜ。エンディングだよ。エンディングだぜ。さらばなでこちゃん、二度と登場するなよ。友達だったら絶対言わないよそんなセリフ。登場するよ。9月の暦マウンテンで探偵役を務めるんだよ。さっき話しただろうが。私が務めていない探偵役を務めるとは。私より前に出ないでってあんなに言ったのに、私の教育がなってなかった。
た。月日ちゃんに教育がなされてないよ。特に情操教育が。え、情報操作なら得意だけど。情操教育の情操は情報操作の略じゃねえ。そしてそれが得意なら本当に詐欺師と一緒じゃねえか。正義の詐欺師荒木月日。かっこよくねえよ、むしろダセえよ。そりゃ探偵役回ってこねえよ、むしろ犯人役が回ってくるよ。ある意味主役級とも言えるね。ならば主役のつもりでやらせていただきます。私のことはつもりアーティ教授とお呼びください。つもりアーティ教授って、妄想癖のある犯罪者ってかなりヤバいやつじゃねえか。どんどん正義からかけ離れていく。カレンちゃんは次の話で依頼人役だね。だったな。第6話小読みツリーだぜ。月日つもりではなく、月日ちゃんがどういうつもりで役作りしてるかがストーリーに噛んでくるわけねえだろ。なんだよ月日つもりって、どんな話だ。私が親切のつもりでいろいろする話。地獄絵図だよ。エンディング終了だよ。終了だぜ。そして小読みツリーの幕開けだ。そんな勢いのある話だったかな。